サンダーでございます。今日もね、貴重な時間をねいただきましてありがとうございます。この動画が出る前の2本はですね、3月と9月というのがね、自殺のね対しての対策月間ということでね、お話だったんですよね。なので2本はね、ちょっと重くなってしまった動画かもしれませんけども、何かね悩まれてる方とかがいらっしゃったらね、お役に立てればなと思ってね、私の経験をね、実際の経験ですを、お話をさせていただきました。ちょっとなんかこんな動画見たくないよとかね、なんかいろいろあるかもしれませんけどもね、本当誰かのためにねお役に立てればなと思ってね、お話をさせていただきました。ではね、今日はですね、そんな私にですね、私がまた慕ってるね兄さんがいるんですけども、その方がですね、私に5年前かな、そうだ5年前ぐらいに勧めてくれた映画があるんです。そういうね、自分がこの世からいなくなった方がいいんじゃないかとか、ね、自分なんてとか、もう俺なんて、私なんて、なんてなんてなんてってね、なる私にですよ。そしてね、世の中の方にも、実際自分なんてと必要ないんじゃないかとか、もう俺なんていいんじゃないかとか、もう俺はダメだ、私はダメだとかね、こういろんなことでこうつまずくじゃないですか、人生生きてるとね。もう大変なこといっぱいあるじゃないですか、嫌になりますよね。もうすっげえわかりますよ。でもね、そんな時に実は今日はね、おすすめしたい、そんなあなた、そしてそんな時にこれね、もう全員にぜひ見てもらいたいっていうね映画なんですよね。じゃあ何かっていうのでね、実はこちらになります。見えるかな、これなんていう映画かって言いましたね、素晴らしきかな人生っていうね映画なんですよ。古いんです、この映画ですね、まあめちゃくちゃ古いんですよ、ね、モノクロですからね。この映画ね、よく感動する映画とかっていっぱいあるし、すごい映画っていっぱいあるじゃないですか。でもこの映画は私にとって、自分自身がもういいんじゃないかなとか、もうこれ以上頑張れないとか、もう自分なんて必要ないんじゃないかこの世の中にとかね、思った時や思いそうになった時に必ず見てる映画なんですよね、これ今でも。でこの映画ですね、実はね1946年にね撮られた映画なんですよね。公開年度って書いてありますよ。どんな映画かって言いますと、私はあのクリスマスイブの奇跡を忘れないと、僕の未来はたくさんの夢にあふれている、この狭い町を離れ世界に飛び出すんだっていうですね、主人公がいるわけですよね。でまあいろんな経験をしていくんですよ、主人公の方がいるんですけども、もうね見てると周りの人に比べるとなんか損をしていたりとか、役回りがちょっと良くなかったり、周りはうまくいってるのにちょっとなんか自分はうまくいってなかったり、こうちょっと残念なことがねたび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 よくよく降りかかってくるんですよ。でも本人はめちゃくちゃ頑張ってるんですよ、めちゃくちゃ頑張ってる、でもうまくいかない。でも基本的にね、この主人公の方はどんな生き方してるかっていうと、本当にこう人のために一生懸命生きてるんですよ。ものすごく一生懸命生きてる。人のためにね、実際お金を使ったり時間を取ったり、人が嫌がることを率先して頑張ったりね、いろんなことをしてるんですよ。でもね、自分自身が、私はこの主人公の方と自分をダブらせてやっぱ見てしまうんですけど、この主人公の方は生まれてすぐにこう耳、片耳がダメになるんですね、聞こえなくなっちゃうんですよ、そのハンディってやつですね。で私はアトピーでハンディがあったんで、だからそういったところとか、自分一生懸命やってるのに報われないなっていうのがすごくかぶってて、自分を見てるような感じがしたんですね、まあ、今もなんですけど。でもやっぱりね、仲間だったりとか家族だったりとか、本当にいろんな方たちにこう支えられるわけですよ。いい人とも出会っていく、全てが悲しいわけじゃない。でもそんな中で、実際に自分自身がこのストーリーの中でね言ってしまうとですよ、自分自身が本当に最終的にこの主人公の方が追い込まれるわけですよ、人生の中で。でその追い込まれた時に思うんですよ、神様と助けてくださいと、どうしたらいいんだと、
導いてくださいとお願いするんですけども、その時に自分自身がもうこの世からいなくなっていいんだという行為をしようとするわけですよ。まあ自殺ってやつですよ。それを神様が実際に手を差し伸べるんですね。でも直接この彼に対して直接手を差し伸べるのがなくて、使者を与えるんですね。まあ天使が出てくるんですけども、その天使を通じて彼の生まれている世界で今まで生きてきたのに、今度は彼本人ですよ、自身がこの世にもう命を落としていない、生まれていなかったらどんな人生を、あなたの周りの大事な人たちがどんな人生を歩んでるのかってことを描いて見せるわけですよ、この天使と神様がね。それを見た時に彼がどのようなことを感じるかというと、自分が生きて生まれて今まで自殺をしようとしてしまいそうな自分の人生のことを考えた時に振り返るわけですよ、本人はね。その振り返った時の人生や周りの笑顔や出来事を考えたら、自分が生まれてなく出来上がった世界はこんなにも悲惨なのか、こんなにも違うのか、こんなにも自分がこの世に生まれて自殺をしようとしてたところまで一生懸命生きてきたのがこんなに尊いことだったんだっていうことに気づくんですね。でネタバレになってしまうのでこれ以上はお話をしませんけども、まあ結果的にすごい気づきをこの彼は得られるわけですよね。自分は本当に生まれてきてよかったということ、そして自分自身がこれから生きていく上でですよ、本当に大事なものをまた大事に思える当たり前のことっていうのをまた実感して生きていくことの尊さということにまた分かるんですよね。これね、あのネットとかで見ると500円ぐらいで買えますから、もうこれぜひね皆さん手元にね置いといていただきたいなと思う映画なんですよね。あのね、こういう人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよ。あの、ね、結構長いんです、実はね130分もあるんですよ。まあ昔の映画っぽいでしょ。でまたモノクロでね、またこれに日本語の吹き替えがないんですけども、まあ字幕はあるんでね、もうねぜひ見てほしいんです。このね素晴らしきかな人生、もうこれを勧めてくださって本当グッドタイミングで、本当にいい映画なんでね、もうねぜひともねこれね見ていただきたいと思うんです。もうご紹介になっちゃいました今日がね。でもねこれは本当にこの今撮らせてもらったこの3月なんですけども、本当に、ね、前回前々回出させてもらったところでもね、実はこの映画に出会ってもらうための布石だったんです、実はね私にとって。ですからねこの映画でね踏みとどまったり、このね人生ね捨てたもんじゃないなと、まだまだこれから何かね気づくこと、またハッピーなこと、そんなことが起きるんじゃないかなっていうことをね、ぜひともねこう感じていただきたくてね、この付箋の2話があっての今日なんで、このね素晴らしくな人生ぜひとも、ね、見ていただきたいと思いますね。ということでね、また次回もね、皆様にとってね、そしてあなた様にとって何か喜んでいただけるような情報をね、お話しできればなと思っております。ぜひともね、チャンネル登録、そしてグッドボタンね、よろしくお願いいたします。またね、末永くね、私もね、また新しくな人生ということを踏まえてね、頑張っていきたいと思いますんでね、ぜひともね、素敵なね、一日をお過ごしいただければなと思っております。また次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。